伊勢山田浮脇金書とは、近世の伊勢国において民間が発行した紙幣の一種。慶長15年に伊勢山田で発行された山田浮きは、現存最古であり、日本最古の紙幣とする説もある。世界初の紙幣の壮大に、鉄線の預かり賞として発行された講師に次いで、古い紙幣とされる。伊勢国は、昔から伊勢商人の拠点として知られ、特に、 伊勢神宮の門前町であった伊勢山田は日本各地に営業網を持つ伊勢五種の拠点でもあった。そのつながりを利用して一種の為替を発行して貨幣の代用として各地に流通させたのが最初の羽書とされる山田書の原型とされている。山田浮書きは江戸幕府発行の長銀との引き換えを約束した打感性を有し、 義に一問目五部三部二分の四種類が出されていた。漢文八年以後は、小判との打漢を前提とする形式に改められ、長銀と同様に六十四問目の羽書と、金一両の引き換えが行われた。山田の影響を受けて、宇治、伊沢、松坂、乳、中満白須、一新殿など、伊勢各地において羽書きが発行されるようになり、伊勢の羽書を統括する。 羽垣株仲間と呼ばれる株仲間が結成され、最盛期には39組404名で構成された。その他、大阪など、上方や周辺部の民間紙幣の発行や、暗殺の発行にも影響を与えた。羽所の中心であった、伊勢山田と伊勢越しは、山田奉行の保護下にあり、かつ、幕府貨幣との打艦を前提としていたことから、 観察や民間紙幣の発行が幕府によって規制された後も規制の対象からは外されていた。だが、完成の改革の一環として、完成2年に伊勢山田における都市自治の制限と山田奉行による市政支配が徹底され、羽書の発行もその管理下に置かれた。三型会合書、羽書き取り締め役、羽書年行事による 監督体制が編成され、かつ、幕府貨幣との打艦に必要な手当金は、上納が命じられた。このため、山田五志や羽垣株仲間は発行の利益を、失ったばかりか幕府からの思い負荷の対象とされた。一方、奇襲藩の支配下にあった松坂で出された、松坂浮かきは、こうした、幕府支配の対象外であり、 地元の川瀬組とともに、松坂八将の合祥三井組も発行に、携わっていた。明治維新後は一時渡来フに羽書発行権限が、移されたが、明治3年に発行が停止され、残された流通羽書は、翌年から開始された、反札回収に順じて回収が行われ、期限とされた、明治6年8月末までに、ほとんどの回収を終えた。ありがとうございます。